卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、みんなのアルバイト、本日も皆様お集まりいただいてありがとうございます。今日もね、何かやるということで、ね、こちら一応人材紹介会社の YouTube チャンネルがありますなるほど、そうです。アルバイト事情を聞いたり、こういうアルバイトがあるんだねとか、そういう話を聞いたりするような、そういう YouTube なんでございますが、はい、今日ちなみにやる内容は何ですか？今日は世界の言葉で愛してるを言いましょうということです。そういうわけでして、言っちゃうとネタバレになっちゃうんで気をつけてください。今から一人一枚ずつ紙を配ります。でそこに国名とその国で愛してるという言葉が書いてあります、はい、それを一人ずつ言ってもらうんですけども、その中で一つだけ空白の紙があるので、それは自分で適当な国と適当な言葉で愛してるを表現してください。ゆきちゃんが得意なやつ。嘘つくの大得意。大得意やもん。大得意。5人はちゃんとした実際にある言語で愛してると言いますが、一人だけはでっち上げで愛してると言いますので、その人を当ててください。大体こういうの私に当たるんだよな、いつも。でもそう思ったら俺が当たること。なんかあいつ仕込んでると思うね。だからちゃんとそのさ、はい、あなたが配るんじゃなくて私が引きたい、自分で。見えちゃうかもしれないです。あ、じゃあ皆さん携帯持ってもらって、見たら携帯にメモってもらっていいですか？うわ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 。誰から行きますか？じゃあ順番にこうとかで行きます。わかりました。じゃあブラスさんから言葉と国名を。言われるすかじ。本当？スウェーデン語です。でもなんかありそうやな。ありそうやけどな。言えるすかじ。でも得よね。なんか全部くだりは得。なんか言ってる感出るもん。最初とちょっと違う発音が、最初とその3回目の発音がなんか違ってるように感じる。言えるすかじ。なんかロシアっぽい。ロシアっぽい。軽い。はい、次聞こう。言えるすかじね。スウェーデン語ですか？スウェーデン語です。なんか怪しいな。次。言えるすかじ。でも作ってる人はさ。言えるすかじ。次アルちゃんのじゃあ愛してるね。これ合ってんのか。知らんよ。それはそういう演技ね。そういう演技か。あんた怪しいわよ。アイクレン。アイクレン。ちなみにどこの？パラオ。パラオ。理想。理想。アイクレン。アイクレン。アイクレンと思う。パラオ結構日本語多いよね。じゃあクマちゃん。ナクペンダ。え？なんて？ナクペンダ。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 ペンダ。ナクペンダ。ちなみにどこの？ケニアです。ちょっと今考えたよ。いやちょっと一瞬考えたよね。ナクペンダ。今考えてんだ。ナクペンダ。ケニア。なんかちょっとケニアっぽさあるな。でもね、言いそうやな。ナクペンダ。ナクペンダ。じゃあゆきちゃん。はい。MUAN。これ考えてた。もう一回言って。いいよ、一回確認してもいいよ。MUAN。MUAN。MUAN。ベトナム語です。違うの。 MUAN。 ベトナム語もうちょっとタイっぽいでしょうよ。ちっちゃいヤとかだから MUAN でしょ。ヤンじゃなくてアン。トムヤム君やで。だって MUAN 意外とそうかも。別に惑わす必要もないのに惑わしたいことないから。もしもユキちゃんの場合は本当に悪い悪役やったらこんなヘマはしない。なるほどね。次チャンネル登録よろしくな。確認していい。これ演技っぽい。なんか演技っぽいよね。この確認していいの。みんなで騙し合おうとしてるの？イヒディルティ。それはドイツ語ってこと？ドイツ語っぽいよね。でも、合ってる。でもなんで？わかんないんだけど、なんか聞いたことある。イヒディルティ。イヒリ、俺が言うとなんか違う言葉に聞こえる。いやでもなんかぽい気がする。なんかぽいよね。難しいの考えられないですもうちょっと短くするような考えるんやったら。でもありそう。でもドイツ言う前からあってたから。確かにそれはそうね。いきますね。ビーチャムドハルタ。え、嘘やん。これ言うけやん。え、なになに。ビーチャムドハルタ。ビーチャムだって。モンゴリ。やっぱ言うとね。ビーチャムに入りたいって言った。ビーチャムドハルタ。怪しい。何が怪しい。ビーチクイタイみたいな。何が怪しいよ。ビーチャムドハルタ。誰だと思う？
もう一回ちょっとさ連続でポンポンポンって言ってみよう。確かに。ほんまにかよ、これ愛してるって言ってる感覚で言って。言われる感じ。あれいい感じだね。愛、プレン、なんかペンだ。なんかありそうだな。なんか全部ある。すごい、誰？M in。ちょっと待って。M in。愛してるって感じの言い方ね。達也さんなんと。愛してるね。これドイツの人に聞いてほしいよね。どんだけ恥ずかしい発音なのかっていうの。オキャティ。イクル。ビーチャムで入りたい。いや俺もうクマちゃん怪しいと思ってるけど。私ねアレちゃんと思ってるのよ。シンプルな感じが。アレちゃん何だっけ？愛くれへん。愛くれへんっていう。そういうあれ。愛くれへん。愛くれへん。アイクレーンはありそうだけど、でもファローめっちゃ日本語使ってるからね。確かにアイクレーンって言いそうですけど、いやでもファローは日本語使ってる人多いからねっていう情報込みで怪しい。そうなの。そういうの言ってくる言わんでいいのにさ。だって前テレビで見た。って思って今回パラオってことにしたんやろ。なんでや。これアレちゃんちゃう。いや一番喋ってるプラちゃんちゃう。なんかいつもさ自分が怪しい時に人になんかなあ押し付けようとして今確認してるし、スウェーデンってなんか思いつきそうだよね。あれ確かにな。嘘つくのうまそうだもんね。違うね、ヨっていうのは英語で言うとユーみたいな。なんでわかるの？あ、ちょっと待って、なんで今それ言うの？でもこれあれですね、愛してるっていうだけの。そうです。だからあなたとかないから。いやでも、I love you やったらさ、愛してるってラブじゃないですか。あ、確かに。I love you でしょ。それは、I love you で言ったら、You're the sky。 あ、じゃあみんななんかあなたっていう文字があるはずなんだ。あ、でもそれがないパターンまでね、日本語みたいに。でも私、あなたを愛してる言わないと。じゃあ私、B ちゃんも。B ちゃんが愛だから。でもまあ、一回ちょっと、せーので指さそう。お怪しい人を。せーの。ブラさんは、アレちゃん。みんなさ、アレちゃんが、ユウキさん。クマちゃんが、ブラスさん。石原さんが、ユウキさん。で、私とアレちゃんが2票入ってるじゃない。この二人が一番怪しまれてるよね。ゆうきさん、いつも言わないのにブラスから言ってよみたいなこと言ってたから。確かに。誰から行きますか。じゃあ順番にこうとかで行きます。わかりました。確かに違うやんか、周りやんか。それはえこの企画をオロで言ってるだけやんか。今のと票が多かったのがアレちゃんと僕だもんね。2票2票で。じゃあまず少数派から私は本当レッスンかなんか発表していこうか。はい。じゃあ私から正解言うかな、はい。私が言ったヨエルスカディスウェーデン語というのは本当です。それでは続いて怪しまれていたのがクマちゃん。怪しまれていなかったのは、まあ、順番。はい、クマちゃん。私、クマが言ったイナクフェンダーは本当です。おお。ないね。いつも発表しちゃっていい。うん、達也の好きな人は。好きな人はドイツ語であなたを愛してる。ビルで腹立つな。ビルビルで腹立つわ。っていうのはあります。あ、本当なんだね。ってなるとあとユキちゃん、アレちゃん言ってるけど、まあ、この中だったらユキちゃんが少なかった。ユキちゃんが少なかった。ベトナム語、うん、M U N はあります。おー、あるわいやん。怪しまれた人間が正しい。どっちなのか。じゃあこれ決めようか。これで多数決でこうやろうか。じゃあせーの。ちょっと待って。アラシラスさんね。そうそうそう。じゃあゆうきさんから発表してもらおうかな。パラオの愛してるとモンゴルのモンゴルの愛してる。ビーチャムと入りたい。本当にあったのはせーの、私です。すいません。ということで正解です。なんでこの最後盛り上がらないか。ビーチャムと入りたいですか。本当に分かんなかったよ。もういやなんかそのパラオが日本語よく使われるからっていう情報がちょっと無理にこじつけたなって。上手やけど、うん、それはやっぱり都合よく知識があるやつに当たるかっていうね。じゃあ以上でありがとうございます。